誰かが3秒だって誰かが3秒生きてるか確かに だから4点白が負けたら得点のあれで優勝が決まる我々赤を応援すべきなんだおい赤頑張れOK めっちゃひいきする赤が勝ったら1勝1敗が並ぶんで得点のあれで決まるでさっき結構大量に得点取ったんでよしどうしたの？まずいな5点差で負けているでも強いね あのねミスが少ないすごい
今日の佐藤さんおとなしいな。ちょっと普段もっとね、リガーアンドアグレッシブに行くと思うんだけど。よくやった。赤多いんだ。全ひいきで多いです。ターンオーバー気をつけて、ターンオーバー。入れ入れ。あーくそ、リバやばい、偏りすぎてる応援が。ね、ああ佐藤さんがああいうの決めてんだよ。佐藤さんポストフィギュでボール持ったらね、意外と怖いと。リバウンド取りたいですね。女子得点は OK だ。まずい。じゃあペイントに入れてはいけないんだよ。誰がどれだけ、このどっち、ど全員俺ね、一番怖いのまっちゃんだと思うな。速い人よりガタイが強い人の方が怖い。あ、ドライブ、うん、速いは止めれるけど強いは止められない。そうなんだ、うん、速いと上手いはどうにもなるんだけど、もう強いやつだけはもうどうにもならない。打て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 、くすミドルで点取り始めた。まずいね。 9点差か。頑張って。あーくそーで、偏りすぎてで、バスケできるスポーツセンターがあって、そこで週2で個人練習してます。週に2回平日6時9時でフリーでやっていいところがあって、そこでやってます。どこお家？僕三鷹っす。三鷹？三鷹。遠いね、ここ。1時間ちょいぐらいです。お、いい、5点差になっている。あー、個人開放的なやつ。
肉あの電車っすね。なん中央線で割と行って。いや、錦糸町じゃないっす。なんかね、押上とかがいうところ。そう。あれ。あれ、これ、これ、寒い。お、ナイス。やばい、覚醒している。まずいな。なんとその赤には頑張って笑わないと。イベント1。タフショットだ。タフだぜ。ほら、もう、まちゃん落ち着いちゃってる。ほらほら、やばい。やばい。応援が語りすぎている。赤ハーフコートになってちょっと手詰まりですね。ハーフコート手詰まりになる。なあ、苦手なんだよな、翔さん。うまい。よく左でできるね。今ハーフコートで打開できてないです。
とよし、ファールが重なってきた。よし、決めろ。よし、これレイナが2本決めたら18点になるのか。よし、決めろ。ナイスショー、オッケー。動きがやってたっぽい。4点予約されている。入れ。あー、くそ。いや、いい勝負です。負けたね。女子が1本決めてくれたらありがたい。白が落ち着いちゃった。
今のは2点欲しかったですね。気をつけて。試合もそうだったけどね、エリさんそっから行けるからミキティも多分ね、ミキティもね、12点か16点取ったんですよ、最初の方入ってたから。そう、ミキティ最初の方に3本決めてるんで、で、こんな点差になっている。なんか赤ね、ハーフコートにやった時、打開できなくて若干無謀なワンワンで、なんとかしてようとしてるから良くない。もう一回言ってや。若干。赤のね、なんかハーフコートにやった時、結構無謀なワンワンが俺のメニューが多いなと思って、あそこでまたね、オフボールとかオンボールのスクリーン組み合わせて、ディフェンスがやべってなって攻めないといけないんだけど、しょうがないからもう一人がバンバンって言って、はいって言ってる気がする。赤。そうそうそう、赤の方。本当はね。そこでスクリーンを組み合わせるしかないんだけど、意表をつくようなスクリーンが。もう いいね、冷静ね。
絶対決めてくれんならいいんだけど、10回打って5、6本入んないでやったらやめた方がいいと思う。タイム、はい、ナイスゲーム、ナイスゲーム。